天魔大王に攻め立てられたとしても、汝は怯えたり、恐怖してはならない。なぜなら、今の汝の身体は、豪の性癖の心霊だけで作られた身体である。そのため、汝は斬り殺され、さらに滅多切りにされようとも死ぬことはない。なぜなら、汝の身体は、本当は、実体のない空の存在であるため、 どのようにされても決して滅びることはないから全く恐れる必要はないのである。死の神の縁馬大王の身体も南自身の知性の発光からの放射物であり実体のない空の存在なのである。縁馬大王に対しその存在が自分自身の心の奥から発して自分自身を救いに来た存在であると認識してお救いくださいと祈りなさい。 そうすれば、汝は、転生を逃れて、悟りの世界に至るであろう。この段階までに、悟りの世界に至れなかった死者は、転生する再生のバルドにさまよい落ちて、再び人間界に生まれてくることになります。この時、死者には、皇后、性行為している男女の幻影が現れてきます。これを見た死者には、地球に入りたいという欲望が起こってきますが、 決してて子宮に入ってはいいけないのです。この時、皇后している男女の導きの神に礼拝し、瞑想して信仰し、導きを食うようにすると、子宮は閉じられ再生が阻止されます。しかし、誘惑に負け子宮に入ると、転生する運命となり、人間に生まれ変わる場合もあれば、馬や犬や鶏などの動物にも生まれ変わることもあるとされます。 死者が男に生まれようとしている場合は、交合している男女の男、転生後の父親に対して、激しい憎悪、女、転生後の母親に対して、嫉妬と魅惑の感情を感じます。逆に、死者が女に生まれようとしている場合は、交合している男女の女、転生後の母親に対して、激しい憎悪、男、転生後の父親に対して、 嫉妬と魅惑の感感情を感じます精神分析学の創始者フロイトは男児が母親に愛着を感じ父親を競争相手とみなして憎む心理をエデップス・コンプレックスジョジェが父親に愛着を感じ母親を競争相手とみなして憎む心理をエレクトラ・コンプレックスと名付けていますエデップスはギリシア悲劇の登場人物で 思いもかけない運命のいたずらで、自分が殺した人物が父親と知らずに、また母親と知らずに母と結婚してしまいます。ところが、息子と性交渉を持ったという事実を知った母親は自殺し、エディプス自身も、父殺しと母子相刊の罪を知り、放浪の旅に出るのです。エレクトラもギリシア悲劇の登場人物で、 母親が恋人と共謀して父親を殺害したことを知り父親のあだう父をしようと弟に命じて母親を殺害させてしまいますこのギリシア悲劇が後世まで語り継がれたのも男の子なら父を殺して母と結婚したいという願望を女の子なら母を殺して父と結婚したいという願望を誰もが無意識に秘めているからだとフロイトは考えたのです いずれにしても、このような近代心理学が解明したと思われていたコンプレックス、複雑な感情の意味が、輪廻転生の過程から依頼しているとすると、チベットの死者の書を書いた人々の洞察の深さには、ただ驚くばかりです。誘惑に負け、子宮を閉じることができず、子宮に入ってしまった場合は、できるだけ好ましい最誕生のための子宮を選ぶ教えが説かれます。 この時死者はできるだけ宗教的信仰に満たされた家系の中に生まれるよう瞑想して願うといいところに生まれ変わることができるとされています。再誕生するときは死者はその号により天上界人間界修羅界畜生界ガキ界地獄界の6種類の世界のどこかに転生することになります。仏教に縁なき主張は この6つの世界をぐるぐると永遠に輪廻転生を繰り返すとされこれを六道輪廻と言います仏教では天上界といえども仏教の悟りの世界に比べたら虚しい世界であると考えられていますこうして死後のバルドすなわち生の中間状態は四十九日目に終わり意味明けを迎えます 最も信仰心の進んでいるキエシャや密教行者は死の瞬間に最上の魂の転移をなし無上の垂直道を通って逝去します次にやや修行と信仰の少なかった人々はクリアライトを認識して死の瞬間に上行道に沿って逝去しますより低い人々は存在の本性を経験しているバルドにいる次の2週間の間に 平和の神や憤怒の神の誰か一人が現れている時に神に溶け込んで輪廻から解放されます邪悪な業を多く積んだ人々は最誕生のバルドへとさまよい落ちていきますが多くの救済の道が示されるためそのうちどれか一つによって認識がもたらされ解放が得られるはずですそれにもかかわらず邪悪な人々は 現影に依附されながらバルドを逃げまとってゆきます。そのような人々のために、最誕生の子宮の入り口を閉じたり、誕生の子宮の入り口を選択する方法が示されます。死者は、そのどれか一つによって解放され、あるいは、より良い世界に、最誕生を得ているはずです。この深遠な恐竜は、聞かれることによって、あるいは、 見られることによって人々を解放するこの深遠な恐竜は秘密の道を通じて非常に邪悪な豪の人々をも解放する7匹の猛犬に追跡されようとも人はその意味を忘れるべきではないという言葉でチベットの死者の書は終わっていますチベットの死者の書の要点をまとめてみます一人間は死んで肉体が滅びて消滅してもます 霊魂と呼ばれたりおもねよりゆきやしと呼ばれたりする魂の核となる存在は永遠に不滅でどこかに生まれ変わるすなわち転生を繰り返すよって人間の生命は本質的には死滅するものではなく永続性を持つ不滅の存在である二人生の目的は仏教でいう悟りの境地である涅槃に到達することであり現世的な快楽を求めたり 物質的な繁栄を追求することではない。涅槃に到達すれば輪廻転生することはなくなり極楽の世界で永遠に不滅の存在となり心も悟り境地を得ることができる。三人限界に生まれてくるということは前世の邪悪な行いによる悪い業を持っているため悟りの境地に達することができない程度の低い霊魂を宿しているということである。 すなわち人間界は本質的に病んでいる世界であり小老病死の苦しみに満ち満ちている4悟りの境地に至るのも地獄界に生まれて苦しむのもその選択はその人の魂自身が自らそのような世界に生まれることを好んで選択した結果である中憂の時死者の前に現れる恐ろしい神や縁マダヨも すべてその人自身の心が作り出した幻影である。したがって、その人が現在どのような境遇にあるか、またこれからどのような未来が待っているにかについての責任はすべて自分自身の心の中にあるのであり、自分以外にあるのではない。外部に神のような存在があり、人間を罰しているのではない。このような意味では、仏教は、 チベット密教も含めて無神論であると言える。このような境遇にあっても、チベット密教の方法論に従って、正しい瞑想をして祈願し修行するならば、いつかは、輪廻転生から逃れて、悟りの境地の涅槃に達することができる。六修行をして、超能力を身につけたチベット密教の同志は、死者の霊魂にミ、念みテレパシーを送って語りかけ、 シベットの死者の書の内容を解き聞かせ死者の霊魂を悟りの境地に至らせ輪廻の輪から抜け出せるように指導することができるこのことが葬儀の本当の目的であり死者に引導を渡して成仏させるという言葉の本来の意味である現在の僧侶のほとんどはこのような死者に呼びかけるテレパシー能力を失っているため死者を 本来の意味で成仏させることはできない。このような視点からすれば、最近の仏教の葬儀や法事は、本質が見失われて形骸化しており、家族が、僧侶、仲立ちとして、死者の思い出を語り慰め合う会合になっていると言える。七死の瞬間は、容易に、涅槃の境地に到達できる絶好のチャンスである。したがって、生前から、 チベットの死の瞬間のための準備をしておくことが大切である。チベット密教とチベット医学。現代の西洋医学は病気を治して健康を回復し寿命を延長することをその主な目的としています。従え。で死は敗北であると考えられとにかく可能な限りの手段を尽くして。 患者のの延命に努力するのでするでここから臓器移植などの発想が生まれ今まで究明できなかった疾患もある程度は治るようになりましたその反面末期がんの患者への対応とか安楽死尊厳死脳死植物人間などの新たな医療上の問い大も起こってきましたこのような新しい医療上の問題に どのように対応するかについては医学倫理などといいさまな学問の分野で検討されていますがその内容たるや曖昧もことしています医学倫理では人命や人権の尊重患者の知る権利の重視情報公開医療安全などの重点項目が挙げられていますしかしこれらの重点項目をどのようにいじくり回し議論してもどうして 人間の命が大切なのかとか「真」「のに癒しとは何か?」というような言う基本的な問いかけに対しては明確な回答は出てこないのです。チベット密教の影響を色濃く受けているチッペト医学ではこのような問いかけに対して明確な回答を持っています。それは「真の癒しとは悟りを開くことだ」というものです。 具体的に言えば輪廻転生という始まりも終わりもない堂々巡りの輪から逃れカルマが発現しない永遠の生命を得ることが真の癒しであるというのですカルマとは人間が犯すさまざまな主に悪い行いの結果人間が受ける報いを意味しますチベット密教では人間はカルマの器である肉体を抱えながら そのことに全く気づかない無明、無知の状態にあるために輪廻転生を繰り返していると考えていますこの無明の状態に気づき輪廻転生の輪から解放されるためには別途密教の定める修行が必要であると教えています病気も悪しきカルマの発言であるから病気の治療もチベット密教の修行とほぼ同じで 瞑想法や祈祷などが中心になっています。チベット密教を信仰し、瞑想法の修行を行っても、必ずしも病気が治癒するとは限りません。しかし、チベット密教では、現世で信仰という悟りへの方向づけが出れば、死後は、より、高次元の信仰と縁のあるところへ転生することができ、そこでより悟りに近づけるから、 信仰という動機づけができれば、現世で必ずしも病気が治る必要はないと説きます。現世で病気が治らなくてもよいという考え方は現代人には理解しがたいと思いますがチベット密教ではカルマ・ゴーの深い人間は何回も輪廻転生した先々で悟って救われればよいと考えているのです要するに来世で救われればよいというわけです シベット医学では良性および悪性腫瘍の病院歯みぎの図のように一体液と血液の乱れ甲状腺の出張内し、基地の乱れ二寿命老化によるもの三気心のたたり四過労五妊娠の異常六生理の異常婦人病などを挙げています。